こんにちは。PK を外して、デュッセルドルフを2部残留に導いたにもかかわらず、UAE に年俸2億で行きます。内野隆史です。加藤です。ということで本日はね、メジャーズの j ンリーグのね、第26節、アーブレッに与キュートさんが FC のね、試合が、明日ね、行われるんですけど、まあ、に、勝ちて26の京都と、勝ちて29の新潟。もうめちゃくちゃ重要な試合だよ。どっちにとっても。うん。 京都が勝てば、ぐんと上がるし、新潟が勝てばもう残留争いに完全に巻き込まれる状況になります。ということでね、本日はね、この僕、新潟サポーターのね、まあ、分析官、うん。新潟サポ代表のこの分析官のね、この僕がね、ちょっと京都のね、試合を見て、京都の弱点だったり、まあ逆にちょっと、京都のストロングの部分、注意しなきゃいけない部分をね、ちょっとざっとまとめてきたので、 この新潟サポ代表して、ね、皆さんにちょっと伝えていこうかなと思っております。松橋力造さん、ちょっと見てくださいよ、この動画。うん。まずね、早速。まあ、こんな感じでね、うん。まあ、最初、予想スタメンからいこうかな。うん。まあ、キーパーはクソンユンだね。うん。で、右のサイドバックは、まあ、これ、ね、スタメンはね、前節の名古屋戦とほぼ、ほぼというか一緒、とりあえずは。うん。勝ったからね。で、宮本優太。で、センターバック2枚がアピアタイベース差しと、えー 鈴木よしのりで、まあ、左サイドバックが、まあ、ミサオユートっていう予想なんだけどもしかしたら鈴木戸市になるかもしれないここはやっぱ新潟のね右の松田があの結構スピードのある選手で縦突破魅力的なね選手だからもしかしたらやっぱよりねスピードのある鈴木戸市が起用されるっていう可能性は個人的にはあるのかなって思ってるうんで中盤なんだけどアンカーにまあ,あの福田だね福田順也福岡新平で インサイドハーフに平田大輝と金子、金子大輝か。うん。ここも、一応、あのー、変更なしっていう予想なんだけど、まあ、もしかしたらこの、福岡新編のとこに川崎総太、オリンピック帰りの川崎総太が入るかもしれないし、もしかしたら金子大輝のとこには米本が入るかもしれない。うん。で、この米本入るってなると、結構嫌なイメージ。米本、あの、京都入って、前ね、なんかの試合見たんだけど、すごく嫌だった。夏に加入してきた。 かな確か。めちゃくちゃね、あのー、うん、嫌な存在だったね。で、まあ、でもね、まあ、平戸は多分確定だと、俺的には思いますね。で、3トップなんだけど、まあ、右から、え、田中マルコ・トゥーリオ。<laughs> ま、マルコ・トゥーリオだね。うん、マルコ・トゥーリオの真ん中にラファエル・エリアスって、左に原太一っていう予想なんだけど、まあ、ここは多分変わんないかな。右の、右、あ、両ウィングか。両ウィングできる左利きの、 あの、ムリロ、ムリロコスタっていう、あの、ジルビセンテか、ポルトガルのじ、あの、一部リーグの、藤本勘也と同じチームにいた、ジルビセンテからね、ムリロコスタって選手を取ったんだけど、登録が間に合ってないみたいな、あの、見たから、わかんないでも、もしかしたら、ベンチぐらいに入るかもしれないけど。マ、まあ、スタメンはざっとこんな感じだね。で、代わりがあるとしたら、本当に、あの、左のサイドバックと、もう中盤のとこだね。かな、僕的には。 もしかしたら宮本をセンターバックにおいて、福田慎之助が全体練習復帰したって書いてあるから、まあ、急にスタメンはないかもしれないけど、まあ途中でそういう交代はあるかもしれない、うん。ずっと福田が右サイドバックだったからね。で、この京都のね、ビルドアップというかあれなんだけど、結構福岡がね、ここの鈴木義則とアピアタビュスしたしの真ん中、センターバックの間にこう降りてきて、っていうビルドアップをすごくしてる印象で、サイドバックは割と、 高い位置は、そこまで高い位置は取らせてないかなっていう印象だね。で、ここもね、守備の時は金子大輝が1個下がって、福岡新平と金子大輝で、まあダブルブランチ気味で真ん中埋めるっていう感じのはず。うん、名古屋戦を見た感じは。で、ここ、えー、ここね、まあ、あの、京都の あのー、ちょっと弱点と、逆にストロングの部分まとめたんだけど、左のビルドアップは何があるうん。このミサオと原太一のところだね。で、ミサオのせんあの、判断力で、原のポジショニングって書いてあるんだけど、まあ、ミサオのね、判断力っていうのは、前節のね、失点シーンも、あの、パトリックの1点目かな。もうあれも原の、原じゃねえや。ミサオのバックパスを完全に拾われたっていう形だし、でミサオは結構そのビルドアップの面で、あの、割と、 苦戦をしてるなっていう印象。うん。だから判断力だったり、足元がちょっと、あれなのかなっていう印象なんだけど。まあ別に悪い選手ではない。結構1対1の守備とかは、割と強い選手だから。で、あと腹のポジショニングなんだけど、腹も結構落ちてはくるんだけど、なんか、ね、ドタバタしてるというか、なんか、どこにいるの君みたいな。うん。だそんな感じだね。うん。意外と、献身性というか、はあまりない選手の印象だね。まあただ、すごく、 得点力っていうのはあるし、左からね、こう、ロングボール蹴って腹に当てて折り返しっていう攻撃もあるからね、そこはちょっと注意だね。で、あとはね、宮本空中戦な、右サイドバック予想の宮本雄太、こう空中戦がちょっと苦手なのかなっていう印象。まあ、170センチぐらいしかないからね、ディフェンダーとしては割と小さい選手なんだけど。まあ、でもね、空中戦はあれなんだけど、 その他のね、プレーの質っていうのはめちゃくちゃ高い選手。うん。ここの4枚の中で一番身体能力の面では一番優れてると思うし、あの、京都らしい、長期 J の好む、あの、サイドバックらしい選手だなっていうのは思うね。ま、琉球大からね、そのまま、あの、裏は行ったんだけど、まあ、連れてきた感じだよね、長期 J が。で、こう、ね、逆にストロングの部分だね。えー、っと、マルコトゥーリオから、えー、ラファエルエリアスのライン、うん。 ここから、ここ、うん、右のね、ワイドから、クロス、低めのクロスって、で、ラファエル・エリアスに合わせるっていうのが結構上手い印象。このね、マルコ・トゥーリオも結構ね、いい選手。割とハードワークできるし、足元の技術っていうのも高い。めちゃくちゃドリブラーってわけでもないんだけど、あの、クロスの精度っていうのはすごく高い選手。で、ラファエル・エリアスもね、やっぱシュートが上手い。うん、で、左利きなんだけどね。すごく上手だなっていう印象だね。 で、逆にこれあれだね。弱点の部分だね。で、ディフェンスライン、基本的に背後に弱い。うん。この4枚は、あの、高さはね、結構ある。やっぱ、アピアタイプやスタッシもね、すごく、あの、長身の選手だし。鈴木吉野にも、そこまででかくはないんだけど、あの、結構予測のいい選手だから。うん。やっぱ空中戦の強さっていうのはあるんだけど、なかなか背後に弱いなっていうイメージだね。 だから結構、新潟的には、松坂鍵になってくるかな。ま、あと長倉とかかな。うん。で、セットプレイは、えー、基本、ファー狙い。うん。結構ね、基本的にファーで、原太一だったり、アピア太陽や久しを、に一回当てて、折り返しを狙うっていう形の、あのー、球が多いね。平戸は。コーナーも、フリーキックも。うん。で、まあ、平戸のキックは要注意。まあ、これはね、間違いなく <laughs>、あのー、みんな分かってると思うんだけど、平戸太一、 めちゃくちゃ、あのー、キックの質っていうのはすごく高い選手。うん。やっぱキックの質が高いから、このね、191センチの原太一と、アピアタビューは何センチだっけね ?193 ぐらいあるのかなうん。だからここはやっぱ、あの、狙い目だし、ラファエル・エリアスもね、182センチぐらいあって。 しかも前節のね、名古屋戦のゴールっていうのは全部ヘディングでのゴールだったからね。新潟は結構セットプレーだったり、あの、クロスに弱いチームだから、そう考えると結構、京都は難敵なのかなっていう、あのー、個人的な印象だね。うん。あとはやっぱハードワーク。うん、ハードワークの面では、すごくいいし、まあ、ボトムハーフ、うん、あのー、10位以下のチーム。うん、10あの、半分以下のチーム。じまあ、10以下だね。うん、ボトムハーフのチームの中だと、 湘南とかもね、今日町田に勝ったからめちゃくちゃ良かったんだけど、京都もね、間違いなく好調だし、すごくいいチームに仕上がってるなっていう印象だから、あの、前半戦対戦した時はね、谷口のゴールで勝ったんだけど、まあ、そう簡単に勝てるチームではないのかなっていうのは思ってるね。で、あとホームで弱い新潟がどう対応するかっていうのもあるんだけど、やっぱりここの原とアピアタイフは、うん、ラファエル・イレアス、ここら辺の空中戦、 の強さっていうのは、あの、めちゃくちゃ警戒しなきゃいけないし。まあ、あと、金子。うん、ここも結構キーマンかな。ここもね、あの、金子大輝もボール出し能力っていうのはすごくある選手だから、金子と福岡は基本的に多分守備の時ダブルボランチ気味になるから、そこを秋山宮本はどう崩せるかなっていうのが結構鍵になってくるかな。はい。ということで、皆さん言わせていただきますと。皆さんね、この動画見て、いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。ということで、明日は絶対勝ちましょう。カットしじゃあ